1927年から1930年にかけて建てられたカール・マルクス・ホーフ・ヤーコ・プロイマンの共造赤いウィーンとは、オーストリア社会民主党がウィーン市議会で初めて与党となり民主的に統治を行った1918年から1934年までの同志のニックネームである。 第一次世界大戦がオーストリア・ハンガリー帝国の崩壊で幕を閉じた後の1918年11月12日、第一共和国が成立。翌年5月4日には初の普通選挙による市議会議員選挙が行われ、社会民主党が絶対多数を獲得し、ヤーコプロイマンが初めて同党員市長に就いた。当時のウィーンは大戦中に、 ロシア軍が一部を占領していたガリツヤからの難民のほか、対戦末期になると帝国軍の元兵士が一時的ではあれ、市内に定住していた。その多くが戦時再建を購入していた中産階級も対戦終了に伴い紙くず同然となったため、ハイパーインフレーションも相まって貧困層に転落。また、数世紀にわたり市内に食料を供給していた 近隣地域の独立に伴い、食料を不足が表面化した。住宅難も深刻で、結核やスペイン風邪、梅毒が一気に蔓延することとなった。第一共和国は、カール・レンナー捕獲連合政権で幕を開けたが、同政権は共和国成立からたった一週間後に、8時間、労働制を導入。その後、雇用保険制度や、 労働協議会と呼ばれる労働者による公的な合議機関が発足した。しかし、一連の改革に対する熱意は、第一次世界大戦終結から時が経つに従い、連合政権の一翼を担っていた、保守のキリスト教社会党内で次第に小さくなっていった。こうして1920年には、連合政権が崩壊、社会民主党はこれ以後1945年まで、 連邦レベルでは野党内市は地下活動を余儀なくされた。だが19、1919年の選挙で社会民主党が絶対多数を得たウィーンでは同党による統治が続いた。同党はウィーンを社会民主主義政治の輝ける例とすることを目標に掲げており、実際に当時の施策はヨーロッパ全体からしても際立ったものであった。国内の保守派はこうした 政治風土を嫌う傾向があったものの、ウィーンにおける社会民主党の成功に対し、当面話す術がなかった。ジョン・アンサーも、この時期の姿勢について、ウィーンでは社会主義者が注目に値する統治を行っており、世界で最も成功した自治体にしたのではないか。ウィーンの社会主義者による功績は、戦後の欧州各国で最も活力に満ち溢れた、 社会主義運動であったと述べている。帝国政府は1917年に借地人保護法を可決、ウィーンに直接適用していた。同法はハイパーインフレーションにもかかわらず、アパートの賃貸量を1914年の水準に据え置くものであったため、新規の住宅計画が困難となった。それ、個戦後、手頃な価格のマンションに対する需要が極めて高まり、 公共住宅の整備が、ウィーンの社会民主党の間で主たる懸案として浮上。1919年には、既存の住宅の効率性を高めるべく、連邦議会が住宅資格法を可決。ここにおいて、土地建物に対する民需の低さと安価な建設費が、都市行政による広範な公共住宅整備にとって、好都合であることが証明された。 1925年から1934年にかけてカール・マルクス豊富など6万人以上もの大規模な近代的アパート群が緑地の周辺に新規に建設された。アパート建設費の4割は住宅税、残りは車資税や政府の出資からとなっているため、これらアパートの賃貸量を低く抑えられた。例えば、 公共住宅の賃貸料は勤労者世帯の収入の4%程度に、過ぎないが民間となると3割にまで上昇。なお、病気にかかったり失業すれば、賃貸料の支払いは猶予される。子育て世帯には、新聞に包まれる子供が出ないよう、子供向けの衣服手当が支給されたほか、働く女性の職場復帰がなるよう、幼稚園なども多数開園。また、 医療費が無料化されたり、公共の浴場やスポーツ施設も整備された。このような福祉、医療サービスは、当時市議会議員を務めていたユリウス・タンドラーをして、我々が若者向けの施設に投資することで、刑務所に金を使わなくて済むだろう。妊婦や新生児のケアに投資することで、精神病院に金を使わなくて済むだろうとまで、言わしめている。社会政策に係る、 自治体の出費は戦前に比して3倍となった。これが走行してか、新生児の死亡率は国内平均を下回り、結核の感染率に至っては半分程度にまで下落ガスや電気、ゴミ処理が軒並み自治体により運営されたことも健康状態の改善の一助となった。連邦憲法で調税を含め広範な自治権を州に与えていたこと、また、 ウィーン氏が州と同格の地位が付与されていたことを背景に連邦税に加え州法により独自の新税を導入。これらの税は乗馬や大型車、ホテルの部屋など車種品に課された。他の新税としては住宅建設税もあるが、こちらも累進課税となっている。いずれも有産階級に対する効率の課税であったが、税収は自治体の広範な住宅計画に充てられるため、 多くのアパートには、現在も、住宅建設税により建設されているとの名板がある。自治体の投資活動により、ビーンの失業率は、国内のみなならず、ドイツと比しても低いものであった。投資は皆借款ではなく税金で賄われたため、債権者からは自由であり、債権に利子をつけて支払う必要も生じなかった。ただし、 オーストロファシズムが接見した1930年代に、入ると、連邦政府がウィーンを財政面で締め上げたため、これらのサービスは切り捨てられていった。ジョン・ギュンター、インサイド・ヨーロッパ、ハーパーブラザーズ、ニューヨーク1933、セブンス・エディション1940、P379、ライクス・ジセツ・ブラッド・フュア・ダイ,イム・ライクス・ラッド、 バートラデナン・コングリッシュ・ウント・ランダー・ナンバー 34&361917C ・シーオーストリアン・ナショナル・ライブラリーヒストリカル・ローズ・オンライン南塚信吾編審判世界各国史19度南ヨーロッパ史山川出版社1999年 P291 ありがとうございます